こんばんは、リスナーの皆さん。トリスタ放送が5月14日夜9時をお知らせします。アーベントタイムのお時間ですよ。ライノの花もすっかり散って、お天気の日が続いていますが、新生活に慣れてくるこの時期、憂鬱な気分になることも多いですよね。そんな時、私だったら思い切って週末にパーッと小旅行を計画しちゃいます。大市で有名なケルディックや経済特区ジュライデの買い物機構なんてのが私の一押しですが、やっぱり今注目したいのはあのクロスベル市でしょうか。一時期の情勢不安もありましたが、今はほとんど解消されて、去年は国内旅行の人気ナンバーワンだったとか。大陸最先端の街並みはもちろん、テーマパークミシュラムワンダーランドのマスコットミッシーなんかはもはや知らない人の方が珍しいくらいですね。グッズを見かけることも多くなって、私もつい行く先々で雑貨屋を覗いちゃいます。本場クロスベルの百貨店にはミッシーのアンテナショップもあるんだとか。ぜひとも覗いてみたいですね。さて、続いてはお便りのコーナー。デート在住、ラジオネーム公女殿下マジ天使さん。いや、しかしやっぱりミスティさんはミスティさんだな。僕もよく聞いていたが、軽妙でユーモアのある語り口もあの頃のままというか、途中から魔女だということも忘れてすっかり聞き入ってしまったよ。それについては、昨夜僕が言った通りだっただろう。視察団と前後することになるが、現地での観察業務が始まったね。お互い忙しいだろうが、なんとか会える時間を作れないか。ああ、観察員は立場上、政府の情報は伝わらなくてね。なんとなく見当はつくが、まあ憶測はやめておこう。それより皇太子殿下のご成長ぶりは帝都でも話題になっているが、君をいきなり引き抜こうというのはさすがに驚きだな。
ええ、それはもちろん。トールズ士官学院本校所属、セドリック候補生以下3名です。第二分校の気候兵教練への特別参加を希望し参上しました。第二分校、せいぜい全力で来るがいい。本校のレベル存分に見せてあげますわ。力見せてもらおうか。いいぜ。もらったぜ。チャンスだ。もらった。よし。マンダールの剣。
負けは負けですから、今日はおとなしく退散しましょう。クロスベルでの演習の準備を邪魔するつもりもありません。ですが僕はあなたを諦めませんよ、リーン・シュバルツァー教官。それではごきげんよう、第二の皆さん。今日は遅れを取ったが次は負けん、精進するがいい。なるほど、面白い変わりようだ。駒となるか指し手となるか、そなたはどう見立てる？そうですね、子供たちの一人としてどう取り込まれているか次第かと。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。ふふ、誉れなことだな。陛下からの賜り物だ。受け取るがよい。この調子で励むがよい。
かい。そなたらが向かうのは宿業の地。数百年にわたり帝国の宿敵カルバードと奪い合った場所だ。 VIP とやらの視察で正規軍および鉄道憲兵隊も最大限に警戒しているらしいが、2年前の独立騒動の時のように何が起きても不思議ではあるまい。シャレになってねえぞ。だが想定外の状況こそ人を成長させる好機でもあろう。人事を尽くして天命を待ち、返事にあっては大いにうろたえ、そしてあがくがよかろう。諸君の成長に期待する。それでは行ってくるがよい。イエスマン。みんな頑張ってね。どうか皆様が無事演習を終えられますよう。各種モニタリングもしっかりやることだな。
ー